んにちは。皆さんこんにちは。私のところ家臣はお囃子に乗ってきたら殿様が苦しんどっても全然止めてくれないんです。自分勝手な家臣ばかりでございましてな。でもなかなか心地よいお囃子でしょ。はい、実はですね、やっぱり鳴り物っていうのはやっぱりスローテンポのお囃子もございます。また本家大名伝のように速いテンポのリズムもあるんですね。これは皆さん方、はい、好き嫌いは各個人の考え方ですけども、大半の方がですね、やはり速いリズムっていうのは非常にどうぞと思います。で、与えられた時間が45分までありますのでね、やっぱりこんな機会ですので、ね、わざとないし機会です。踊りは見るだけじゃないんですよ。体験するとこに意義があるんですよ。そして踊っていただいて、やっぱり徳島っていいところやなと、心が温かい、はい、お殿様がおったなということで、ね、私は実は八須賀五六の息子でございまして、八須賀家政でございます。今年でちょうど459歳になります。来年460歳を迎えますね。え、妙なもので今年は平成がね、今年で終わりです。来年は新年号になります。新年号と同時に460歳を迎えます。さあ、それではですね、皆さん、この秀吉が間違えましたが、家政ですわ、八須賀家政が言います。ただいまからね、そうですね、5分間ぐらいどうでしょう、そこで踊りしましょうよ、ね、この心地よいお囃子で、どうでしょう。いいでしょう、はい、手を挙げていただいてね、はい、足を運んでください。そしたら、阿波踊りでございます。それではね、はい、何もさ、思ったね、じゃあ行こうか。はい、それではね、ただいまから5分25秒行きましょうか。さあ、皆さん、手を挙げて足を前に運んでください。これが阿波踊りでございます。さあ、スタート。
はい、本当に最終日にね盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。あと踊りはですね、今時計を見ましたところ、あと8時間で今年の踊りを終わりになりますので、どうぞ8時間あちらこちらに行って楽しんで見てください。どっかでまたお会いすることがあると思います。本家大名連はですね、これから夕方相葉浜演舞場に入ります。それから四国電力、そして両国は一番最後になりますけども踊ります。もちろんこの会場にもまたやってまいります。6時以降にね、またどっかで皆さん方とお会いをしたいし、また来年も再来年もずっと皆さんとお会いをしたいと思います。まずは。ここらでぼちぼち締めたいと思います。次の連が、ね、ありますのでね、次の連はまたね秘書連と言いまして、あ、ご秘書連ですな、失礼しましたね。いよいよまた若々しい連の連でございますので、ね、一つ頑張ってください。さあ、それでは皆様本当にありがとうございました。八塚優子さん、心から感謝をしております。ありがとうございます。